小野上駅は、群馬県渋川市村上にある、東日本旅客鉄道阿妻線の駅である。短式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを持つ、地上駅。ただし、島式ホームの外側の3番線に当たる線路には、通常ホッパー車が留置され、ホームにはフェンスが設けられている。また、渋川方の本線に合流できなくなっており、 旅客列車は使用しない。互いのホームは、古戦橋で連絡している。貨車の入れ替えがあるため側線がある。中野城駅管理の無人駅であるが、簡易自動券売機が設置されていて、近距離乗車券を購入できる。2007年に木造駅舎が解体され、その後コンパクトな新駅舎が完成した。駅の脇にある山で、 安山岩等の採掘をしており、JR 東日本高崎支社管内の鉄道施設に使う採石を当駅から搬出するため、貨物用の設備がある。阿賀津線は貨物営業をしない線区であるが、採石輸送のため高崎総車場小野上駅間には、不定期運転の工事列車が設定されている。そのため、高崎車両センターに所属する保機800経過車に、 ついては、当駅常備とされている。群馬県統計年間によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。駅の所在地は渋川市だが、すぐ近くを流れるあず川が、あず郡東あが町との境界になっており、東あが町の施設でも当駅が、最寄りとなるものがある。旧小野上村の中心は東に約1キロメートル離れており、 また、あず川と山に挟まれた立地条件から駅の周辺に民家は少ない。公共施設は、坪島駅との間付近に多い。ありがとうございます。